打って7分な。ちなみに知り合いにこのあれをもらったんだわ。これなって、この四国香川のお前さぬきうどんである名店の、これで俺はちょっとな、天屋でな、天ぷらをお持ち帰りして最高のぶっかけ天ぷらうどんを作ろうと思っとるんだが、お腹すいたって本場所って、おーおーおーっていいですねって、あらいいですねって、見てみ、こんなザルうどんなんか作ったらお前どれほどさぞかしうまいんじゃろうなって、天ぷらも作ってよって。天ぷらはあのあれで何人前入っとんって、まさかの680g やけん4人分前ぐらいですかね、これおそらく。つゆが4つあるけん4人前でしょ、これ大体2人前。まあこれはあのいつか俺がきっちりと作ってくるんでって、つるるって、まさか一人でもう誰にも渡さない俺のものって、でもサニキうどんっていうのはね、相当時間長いですからね、茹で時間14分とかかかるからな。一気に全部いくんって、開けてしまったらもう早い方がいいですよみたいになってるんで、いつかって賞味期限7月25まであるんで、全然あと1ヶ月ぐらいあるんで、14分マジで。ちょっとレンジ見てみます。そうだわこれマジでやばいわ、で梅酒だわ。あやばい、笑った、うまそうすぎ、笑った、ブブヒー、クソ広自慢のオリオンビールだ。さらにこんなお前オリオンビールで食えたらさぞ、カシュッて、うん、一本ぐらいバチは当たらんちゃろう、自分にご褒美だ、鰹節かかってますよ、安心してくださいって。ぐちゃーってこの辺こうやってピーってやってな、なんかこう絵描くやつとかありますよね。かーたまんねん、これこれ、イカとかも入ってる。
エビも入ってる。生きがい。しびれる。ハムハクハク。まあ、そらお好み焼きなんかまずく作る方がお前難しいわな。とりあえずなんか混ぜて焼いておけば大体美味しくなる。いろいろありますしねって。みんなどんなお好み焼きが好みかなって。フード。俺は今海鮮を食っとるからな。イカやらエビやら入っとるわ。冷たっ。あららって真ん中の方冷た。冷え冷え。食中毒待ってます。大丈夫大丈夫。冷凍食品なんかも食中毒起きませんから。基本もう一回やってるから。これもう焼けてんだわ。うまさっきので分かったことがある。サゴノは道中で歩けるわけではない。洞窟の近く、その装備がある洞窟の近くで待機してるということが分かった。ということは次は上の方におるっちゅうことや。リト族のとこらへんとか怪しいわ。カコロンカって感じだろ。そこで万族装備は揃うのです。多分ね。だってあんだけおらんかったサゴノがその洞窟の前には出てきたんやけん。あいつら待っとんや。旅人が来るのは。測ったかのようにな。やり口見えた。汚いわ。
それは現場で口頭で言った方が早いけんな。佐賀のも